剥がれるようになってきたんですけど、それはそれで痛いんですよね。こうさっき入ってなかったところに入るから。すいませんね。いや大丈夫。まあ、これやんないと動くようになんないんで。でもそれだけそういうことだね。まあこれ取れないとねやっぱり。もうやめて。まあこれ動かないからまあやっぱ丸めるしかないというか、まあそうなんですよ。こう体が。声は出ます。出した方が楽なんですよ。まあ出しちゃっていいですよ。めっちゃ危なかったな今。ね、危なかったね。走り回らないでくれ。怖い。足踏んでたけど。痛そう。大丈夫だった？かろうじて。かろうじてね。いやでもそうね。俺もそう思う。よくやっていけるね。ねえ。ふうじゃないよ。あなたのこと言ってる。じゃないよ。いや今ね、何でもないから笑ってられるけどね。本当どうなっててもおかしくないからな。確かに。何大丈夫？ママにやめてよ。お父さん膝つらそう。大丈夫。話を聞くの。左の方が肩動き悪いですね。もうみんなはサンサンを覚えてる。編集ちょっとここも絶対先にやりますね。はい。髪切れなくて伸びたんですか？そういうわけでもないですか？髪は切りにいけない。切りにいけなくて伸びたんですか？前なんか騙し騙しでそれもそのうちが伸びたかな。そのうちそのうちで、痛いですか？はまった、入った。痩せました？痩せました？わかんないです。わかんない気にしてもない感じですか？
はい。頭すごいでしょ。うん、もう痛すぎてずっとやってますもん、これ。これすごいですね。ここね、そうそう、それなかったような気がするみたいな。うん、こんなにはなかったですね。本当やばいんじゃないとか思って。一言のように。いや本当もう頭痛薬飲みながらコリコリみたいな感じ。ああ、頭痛薬飲んでるんですね。もう痛い時はね、ほん2回ぐらいですけど、まだもうそこまで来たくなんて思いながら、ね、ちょっと頭痛薬飲んじゃうとあれなんですよ、血液がドロドロになるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。あら、まあ、いや飲まないようにはしてるけど、なるべく ね、本当はね。でももう来たっていう時は2回ぐらいありました。今年になって。今年じゃなくて、あ、今年はまだ飲んでない。年末に、やばいやばいやばいって思って。その頭の血管コリコリはちょっとひどいですよね。浮き出てますもん、なんか。頭洗ってても、あれ？って。で気持ちいい、痛気持ちいいからずっとやってるんですけど、はい、なかなかす取れない、うん、普通に取れない、うん、あ、もうそことかもね、うん、もうこずっとやってますよ、うん、ずっとやってても治んない、うん、あ、腹筋緩めるの耳引っ張ったりする方が早いかもしれないですね。あ、本当ですか、うん、じゃあそうしよう、これから、うん、あ痛いですよね。痛くて気持ちよくて、うん、ああ、これをこうピッて離れるぐらいまでちょっと強めに引くっていう感じで、上は上、横は横で扇状に広げるような感じで。耳に結構やるとすぐ暖かくなってくるので、はい、うん、めちゃくちゃ痛いですけどね。ね、まあそうですよね。痛い。っていう感じ。今のとこ肩こりの。そんなに痛いですか。そんなに痛い。そんなに痛いんだ。そんなに痛い。そんなに痛い人も珍しいですね。もう気持ちいいね。で、前はずいぶん前だけど、うん、よりひどくなる。そうですね。今ちょっと。